お正月あるある、イエーイ。あつとちおちです。こんにちは、ゆっちゃんです。りっちゃんです。ということで、今お正月真っ盛りだと思うので、もしも共感するものがあればぜひぜひコメント残してみてください。それではお正月あるあるスタート。いやー、今年は彼氏欲しいからな。ご縁があるようにご縁を再生しようと。あー、なるほどね。私ちょっとご縁玉ないから10年かな。ほい、これはもう今年しかないんだ。1万円。あー、持ち帰ったほうがいい。あれ、結んだ。いや、でもケチは結構いいと思うんだけどな。ねえ、よっちさ、何お願いすんの？あ、いっぱいあるからな。あ、そうだよね。はい、お願いしよう。オッケーオッケー。あれ、すっごいお願いしてる。すいません、ま、もうちょっとで終わると思うんで。あ、よっち、まだお願い。何お願いしてる、そんな長く。ねえ、何お願いしてんの。あー、親戚の集まりとかだりーなー。ほんと家帰ったゲームしてなーったかもんだよ。よっちくん、明けましておめでとう。これね、少ないんだけど、うん、お年玉。お年玉、俺、マジで。おー、マジか、ありがとう。いや、全然。おー、マジですか。うわ、やっでもこの親戚の集まりなんてね、めんどくさいでしょ。大好き大好き、この日を待ちわびてたから。やったー、やっ、しゃあ、今年の目標は決まった。絶対今年はマッチョになる。しゃあ、よし、本気だぞ。俺は本気だぞ。今年は本気だぞ。よし、早速筋トレだ。あれ、俺今年はね、俺なんか目標、あれ、あ、思い出せないんだけど、あれ、なんか聞かれた。あ、もういいよ、もう思い出せない。もうそれはもう無理。おじゃ、はい、みんな、ハガキ来てるから。あ、ありがとう、ありがとう。はい、えっちゃんと、はい、これりっちゃんだ。これもりっちゃんだ、これ俺、よし、あ、いっぱいあるね、2人も。あ、あー、あ、おー、懐かしい。ほー、いっぱい来てる。めっちゃ懐かしい。あ、先生だ。あ、懐かしい。よっち、誰から来たの？メガネ屋。メガネ屋さん。メガネ屋さん。お便り。元旦セールのお知らせって書いてあるね。新しいの買ってきたら。そうだね。うん。これ友達いないのか。はい、というわけでお正月あるあるいかがだったでしょうか。今さ、年賀状とかってさ、みんな出してる？最近全然出してない。出してないよね。メール、ラインだよね。うん、だからその仕分けとかでもさ、親がめっちゃ多かったりとかさ、自分がめっちゃ少なかったりとかさ、あ、でもこんな人から来たみたいななかった。でもあったあった。それが嬉しさでもあったりしたよね。なんかさ、でも古き良き習慣だと思うから、書いたことない人は書いてみてほしい。そうだね。いや、あとなんかあのお賽銭でさ、お願い事すごい長い人いるよね。いる。私結構長いんだけど。あ、長いんだ。めっちゃ言う。なんでそんな長いんだ。何個も言うのも。え、何個も言っていいもの。知らない。とりあえずどれか一個でも叶えばいいかなと思うね。そうだね。はい、というわけでですね、皆さん、この動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。チャンネル登録よろしくお願いします。私たちに実験検証してほしいネタも募集してます。応募